9月13日土曜日、すっかり秋の恒例行事となった1泊2日のキャンプミーティング、赤とんぼバイカーズミーティングが今年もここ兵庫県辰野市揖保川河川敷千鳥ヶ浜で開催されました。4年前に辰野市の町おこしの一環として始まった赤とんぼバイカーズミーティングは、地元の協力のもと今年で4回目を迎えます。おはようございます、キューピーです。見てください、あっちテントがたくさん並んでます。私は今日は第4回赤とんぼバイカーズミーティングに来ています。私にとって初めてのキャンプミーティングということで、しっかりレポートしていきたいと思います。会場ではたくさんのブースが出ています。飲食店やバイク用品など、さまざまな出店ブースは夜遅くまで会場をにぎわせ、手ぶらで来ても楽しめるようになっている。その中にサンフラワーのブースを発見したピノピーは、ペア乗船券が当たるガラガラ抽選に挑戦。ネロ、来い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 、黄色です。黄色です。金ではございません。黄色なので、黄色ですよ。ぬいぐるみですか？ぬいぐるみです。と、大当たりとはいきませんでしたが、早くもテンションが上がるキノピー。しかし本当に大当たりは入っているのかと疑っていると、うわなんと目の前で大当たりが出ました。独等賞のフェリーサンフラワーペア往復乗船券を見事にゲット、おめでとうございます。楽しいのはブースだけではありません。会場に設けられた特設ステージではダンスコンテストが開催されたり、ライブで盛り上がったりと、さまざまなイベントに参加者たちも楽しんでいる様子でした。また全国からバイク好き、アウトドアファンが集まったということで、赤とんぼバイカーズミーティングならではの楽しみもあるようです。赤とんぼ今年で3回目です。そうなんですか、はい、なんか3回も来られる魅力とかって何かありますか？やっぱりキャンプでみんなでワイワイ飲んだり騒いだり、あやっぱりお友達とかその時に会える、ね、みんな女の子とかもお友達なんですね。はい、皆さん、家族でキャンプ中ですか？僕は向こうでキャンプだよ。あ、そうなんですか？子供同士ちょっと友達になって。そうなんですね、ここでお友達になって。はい、あ、じゃあもう初めて会った感じ。あ、今初めてです。そんな感じでやっぱりお友達になれるんですね。はい、バイクはやっぱりね、楽しいからね、みんな怪我しないように楽しく乗ってほしいね。あ、そうですね、うん、一番大切なことですね。赤とんぼやっぱりね、最近ね、はい、規模が大きくなってきて、でいろんなお店とかたくさん出てるし、はい、やっぱり来たら楽しい。あ、ロックンロールバーのプールスとか、はい、それは目当てに来る。今日見たけど、音楽もね、うん、なんで甲冑なんですか？黒部官兵衛。あ、黒田官兵衛、はい、黒田官兵衛になられてるんですか？そうです。姫路。今日は姫路の、コマーシャル。あ、コマーシャルで。あ、そういうことで、はい、姫路よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。と、まあいろんな人がいますが、皆さんとにかく楽しそう。こういったキャンプミーティングを通じて新たな出会いがあったり、新しい発見があったりと、バイクライフが豊かになるきっかけがたくさん生まれているようです。そして空がすっかり赤く夕焼け空になってきましたが、このキャンプミーティングはここからがより一層楽しい時間になってくるのです。さあ、すっかり暗くなってきたところで、皆さんキャンプされているところを突撃したいと思います。皆さん盛り上がってますか？キャンプミーティングのいいとこって教えてもらえませんか？
そこで 寝れるから、はい、飲み続けれる。それが幸せだと。みんなでワイワイしてそのままポテッと、はい、あそうなんですね。そうなんです。普段であればお酒を遠慮してしまうバイカーも、今日ばかりは気の合う仲間たちととことん飲み明かすことができる特別な日。そしてステージではライブがスタート。おなじみともちんも会場を盛り上げます。会場の熱気が最高潮に高まったのはやはりクールスの登場。仲間の輪がどんどんと広がっていく赤とんぼバイカーズミーティング。また来年ここで会いましょう。